はい、皆さんこんにちは。もうね、トランプさんがアメリカの大統領になってですね、今もう3ヶ月、3ヶ月じゃない、ごめんなさい、3年経つんですね。もう本当にこう予測不能と言いますか、いろんなことを やってくれます。先日一番びっくりしたのは、シリアからアメリカ軍が撤退したんですね。で、まあ別にどう言いましょう、大きく世界情勢を大きく変えるわけではないんですけども、お前それをやるかっていうことなんですよ。実はシリアのアメリカ軍が撤退するっていうのは、まあ簡単にか、ごくごく簡単に言いますと、アラブの春という運動が何年、7、8年前に起こってですね、アラブって専制国家が多かったんですけども、そこに民主主義を取り入れようというふうな動きですね。で、長年独裁をしてきたアサド政権っていうのが、まあ壊れかけたと言いますか、今また復活してますけど、まあ要はシリア国内が無政府状態になったんですね。で、そこに IS という連中が、イスラミックステイツですか、連中がこの過激派です。ビンラディンとかあの辺の人たちと割と似つかわしい人たちですね。イスラム原理主義といいますか、もう、ムハマンドの教え通りにやれと、アッラーの教え通りというか、まあ、コーランの教え通りにやれっていうことで、例えば女子は外出るなとかね、そういう、こう、ちょっと、我々の常識からするとおかしな、イスラム原理主義を、まあ、民衆というか、まあ、支配下の人たちに押し付ける、考えを持った、アメリカ的な価値観から見るとテロリストなんですけど、が出てきて、まあ、その一帯を支配して、そこではその IS の法律に基づいてですね、まあ、いろんなこう西洋的価値観から言えば考えられない残虐なことが行われて、それはダメだよ、おかしいよっていうことで、そのいろんな勢力が入り乱れて戦ったわけなんですね。で、およそ IS はほぼ駆逐されたんですけども、そのためにですね、戦った勢力の中にクルド人という人たちがいて、そのまあこれは本当にかわいそうな、かわいそうなって言って彼らは怒るかもしれないですけども、お気の毒な、まあ、運命に翻弄されてる、時の国際情勢によっていつもこういいように使われてる勢力なんですけども。で、クルド人たちが、まあ、アメリカの支援を受けて、まあ、シリアの国内から、まあ、簡単に言えば IS のような連中を駆除して、まあ、大量にと捕まえて収容所に放り込んだというふうに私は 理解をしていますけども。で、そのためにアメリカ軍も実際、軍隊を派遣してですね、ある程度の一定の秩序回復に貢献したんですけども、ただアメリカとしてはそのシリアというエリアに何のその経費も持ってないし、権益なんかあってもどうしようもない、ただの砂漠なんですよね、私が理解するところ。ただベドウィンがいるだけの砂漠にその権益を持ってもしょうがないんで、まあ、引き上げちゃったと。で、その時にまあクルド人を残していったわけですね。で、クルドというのはですね、トルコ国内にもいらっしゃってですね、これが激しく独立運動をしているわけですね。トルコ政府からすると鬱陶しいというか余計な連中なんで討伐したいんだけども、いつもシリア側に逃げちゃうんで、国境の向こうに行くと、シリア側に追っかけていくと、そこにアメリカ軍がいるから、アメリカ軍と戦争になるとややこしいことになるんで、それはやめてたんですけども、いなくなった途端に今度はトルコが入ってきたりしてますね。で、まあいろいろとややこしいことになってますけど、そんなね、1000人2000人のね部隊を駐留させておくぐらいって、まあ確かにお金はかかるでしょうけども、そのいろんなややこしいこともあるでしょうけども、いることによって平和であれば1000人ぐらい置いとけよと私なんか思うんですけど、それもトランプ君は金かかるからっていう理由で引き上げたわけですね。ああいうことをね、普通になさるっていうのが、まあ確かに損得勘定だけで言えば、シリアに1000人の部隊を置いておくって何の意味もないんですよね。でも今度引き上げたと思ったら、今度サウジアラビアに部隊を派遣して、それ1000人ぐらい派遣したわけですね。だってサウジには石油があるでしょう。まあ気持ちは分かりますけどね、そう、何もないところからは引き上げて、あるところには派遣して、自分たちの権益はしっかり守ると。それを考えていきますと、朝鮮半島に今、アメリカ軍で4万人ぐらいいますけども、
いらないんですよね。そのアメリカは今韓国を守ってるような形になってますけども、韓国を守る意味っていうのがだんだんなくなってきたわけでして、まあ、変な話、韓国はアメリカを裏切ってですね、軍事情報をどんどん北に流してもいますし、兵器も流してるっていう疑いまで出てきています。でなんでね、韓国を守らなきゃいけないのというふうに原点に立ち返れば、確かにアメリカが韓国を守る必要性は微塵もないんですよ。韓国に何かをこうアメリカにとって必要なものがあるのかって何もないんですね。でトランプ君は北と仲良くするにあたって、北には鉱物資源があるというふうに、まあ、半ば勘違いをしたわけですね。で北にはその2000万の国民がいるから、それをその昔の中国みたいに安い賃金で使えるんじゃないかっていう勘違いもなさった。まあ、実際それはちゃんと使えるかもしれないですけども、まあ、それだけなんですよね。鉱物資源があるあるとか言っときながら、多分あれはあるある詐欺なんですよ。日本統治時代の資料とかで言ってるだけの話なんで、もうあるんだったら本当奴らが掘ってますよね。だからアメリカとしては、トランプ君としては別に韓国から撤退してもいいんだよっていうふうに考えてるわけでして、現にそういう素振りも見せてますし、金よこせという交渉もしています。でムン・ジェイン大統領の本音は在韓米軍出てってほしいわけですよね。出てって、北と一緒になりたいんだけども、あからさまにそれはできないから、うにゃうにゃといろんなことをやってるという状態ではないんでしょうかね。だから変な話、トランプさんってあと1年ぐらいの任期しかないですけども、再選しちゃってさらに4年ということになれば、在韓米軍っていうものの撤退はありえるんじゃないかなと私は思っています。でもそうなるとどうなるかというと、ムン・ジェインさんが喜んで北と一緒になって、まあ、核兵器を持った朝鮮半島の単一国家が誕生する可能性があって、それはその半島は恐ろしく反日的という、日本にとってはちっともありがたくない状況になるわけでして、でそうなった時に今と同じようにアメリカ軍が日本を守ってくれるのかっていうと、まあ、アメリカにとって日本を守る意味があるのかないのかっていうところを究極考えると、まあないんですよ。まあ、昔ね、ソ連という国があって世界中の地べたを取り合ってたわけですよ。ここまではアメリカの勢力範囲内、こっちはソ連のって、そういう時には朝鮮半島の南半分をアメリカの勢力圏に置くっていうことについては意味があった。あるいは日本が友好国であり、アメリカの言うことを聞くということにおいては意味があったんですけども、まあ別にそこまでね、その意味がなくなってるわけですよね。今アメリカと中国が対立してますけど、地べたを取り合うという意識では今なくなってるんですね。中国はものすごく地べたが欲しいんですよ。だから朝鮮半島も自分たちの勢力圏にしたいし、あわよくば日本も自分たちの言いなりにしたいんですけども、まあそれはかなり無理があろうと彼らは思っていると思いますけど、アメリカは別に地べたなんか欲しくないんですよね。ただアメリカにとって不利益を働く国は作りたくないというのがあって、だからシリアにも軍隊を派遣したりしたんですけども、まあ別にもういいじゃんってなったら引き上げるわけでして、究極の日本がね、アメリカにとっての究極の利益かっていうと、それはまたかなり難しい問題で、確かに日本を敵にするのは良くないけども、もう日本はかつてのね、その大日本帝国時代のようにアメリカに歯向かう力なんてありゃしないし、これから一生懸命蓄えるにしても何十年もかかるわけであって、そもそも資源のない国ですから、もう日本人自身がそういう世界の覇権に挑戦する気力なんて全くないですから、これは明らかなんで、別に日本置いといてもいいじゃんってアメリカは思ってしまったら、もう守ってくれないわけですね。まあ、ただ日本は一生懸命こう働いてお金があるんで、そのお金でまあアメリカ軍を養ってるみたいなもんですよね。日本国内にある基地が多くてけしからんって言ってる人多いですけども、あれがあるから日本は守られてるわけであって、私は前から言ってるんですけど、あれ傭兵だと、日本がお金を出してる傭兵なんだと。だからもうね、まあ多少の問題があっても仕方がないから、アメリカさんにはいてもらおうぜと。あれがいなくなっちゃったら自前であれをやらなきゃいけないわけであって、最後は自前で核兵器を持たなきゃなんないし、もうくっそめんどくさい話なんですよ、そういうことって。でアメリカがね、金払ってやってくれてんだったら、もういいじゃんそれはと私は思ってますよ。だから日米安保条約もただ乗りって言ってますけど、それ実は本質なんですよね。ただじゃないですよ今は。何兆円か、1兆円ぐらい払ってるんでしょ年間。
まあ、それもしょうがないっちゃしょうがない。あの軍隊を養って核兵器を作るという手間暇考えたら、まあまあ、日本は最低限の、ね、自衛隊という武装で済んでるわけでして、他の面倒くさいところはみんなアメリカがやってくれるという今の状態っていうのは極力日本に有利な状態なんですよ、本音で言ってしまうと。だからそれに乗っかってる限りは乗っかってる方がいいし、金で済む問題だったら今のところ日本には金があるわけですから、払う金が、じゃあ払ってりゃいいじゃんというのが私の考えです。だからできれば、朝鮮半島からもうアメリカ軍は撤退してほしくないんですけども、今の情勢でいけばありえるなと、十分にありえるなと。それは実に嫌な状態ですね、いなくなってしまうっていうのは。でもこれは日本は考えておいた方がいいですよというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。